神戸大学医学部の推薦入試で、神戸市など都市部の出身者に不利な配点をしていたことが分かりました。深くお詫び申し上げます。神戸大学医学部では、地域に定着する医師を確保するため、兵庫県の出身者を対象に推薦入試の特別枠を設けています。大学によりますと、昨年度の推薦入試で募集要項に明記せずに医師が不足している田島地方などの受験生に対して、最大で25点を配点していました。一方、神戸などの都市部は配点はありませんでした。地域別の配点は2015年度から行われていて、大学は調査委員会を設置し、問題の経緯や追加合格者がいないかなどを年内に明らかにしたいとしています。